対戦よろしくお願いします。今回は方園御三家パーティーですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。というのも前回格闘王3体でランクマしたじゃないですか。で結構反響がありましてね、比較的なんで別の3体なんかいねえかなってさっくり見てたら、あれ方園の御三家は三位一体で戦術組み立てられんじゃねってなったんで、まあ、今回はそういうノリで頑張ります。よろしくお願いします。いくぜ。まあ、それぞれに役割があります。うまく組み立てていけば、あるいはですが、この3体ですから、まあやることはおおよそバレちまってるかと言いがちですが、おそらくお相手はラグを警戒せざるを得ないとなると、初手ルンパとかはあるんじゃないか。あとはなんだろうね、ラグを一撃で消し飛ばしそうなのは、あとはガモスか。ガモスだな。前回の動画ラグで詰まないか回で、ラグは旧世代のポケモンにはまあまあ警戒されるというデータがありますので、そこら辺も有利に使わせてもらうぜ。では先方行きましょうか。これは警戒されてるね。では行こう。さーて、尻尾切り。先方樹海院は尻尾切って立ち去るのさ。あばよ。まあこれはよくある行動なので、向こうはどんな技を使ってくるのかな。霊媚だったら耐えるかもしれません。ジェッス隠れるっす。おいおい、雨乞いかよ。意外な。さて、交代した瞬間は加速が発動しないのですよ、残念ながらね。守る。うい、シェー。さあ隠れますとも。お相手は波乗り安定技だ。なんか見下ろしやがってよ、ルンパ。なんだその目線は、気に入らないね。加速。では身代わりだ。しっかりもちろん当ててくる。痛えな。雨補正もあって、まあただではすまんでしょう。身代わり。ふっふっふ。しかし雨のターンはどんどん消化されちまうぜ。守る。そいや。さあそろそろ S 入れ替わるぜ。波乗り。中堅バシャームはフィールドを支配していきます。コントロールしていくよ。雨長えな。まだわかんないですね。ビルドアップ、いくぞ。ナオイ、よし。おや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 、神が私を味方しましたね。さてさて、絶望していただこうか。これはもう欲張らない方がいいのではないか。ビルド1回で積んだところでな。ただね、お相手がさ、あれ持ってんだよな、草技。もう1回いくぜ。スイエー。そう、粉を持たせて身代わりがあわよくば残せればなっていう、そういうところも期待してるやつです。雨乞い。加速。さーてどうしましょうかね。限界まで加速しちまうか。最高速に到達するぜ。守る。スイエー。さあ波に乗ってく。
もうちょい積みたい感もあるんだけど、欲張るとあれなんだよな。まだ行くわ、欲張っちゃおう。せっかく1試合目でうまくいってんだ。俺はどこまでも気持ちよさを追求していく。さあ攻撃と防御が上がる。波乗り。さーて、もう守るメリットはあんまないんですよねと思ったけど、雨が上がるというメリットはあるね。ターンを見ておきましょう。守る身代わりでちょうどだね。守ります。おっと、お相手様子が変わったか。守る読みで出してきたのはギャラドス。ほう、過剰かよ。ふむ、水食らうと言ってんだよな。身代わりで隠れるぜ。そう、忘れた頃に。つうかギャラドス君の視線が今グワングワンになってたぜ。ほう、龍舞ですか。ですがこれは身代わりが残ってしまう。お相手はクエスパトラ。いや、バシャーモの警戒を怠ってしまったな。そして満を持して行きましょう。お相手のパーティー積んでないか、もしや。そう、バトンをつないだ全力アタッカー直帰ラグラージで積まないか。大将行きます。隠れます。さあ、ギャラ君が2枚したところで4倍速のラグよりは遅いんだよね。さてさて、じゃあどう料理してやりましょうか。まずは雪崩からいこうか。行くぜ。そいやー、もうメガラグラージではない、ギガラグラージでもない、もはやテララグラージだぜこれは。さあどうする。1回分の身代わりも残っている。光の粉は完璧な仕事をしてくれたね。そう、身代わりを連打するとどっかで1回ぐらいは外れんのよ。それを駆使してだな、種マシンガンが一応あるかな、知らんけど。ま、突然飛んできたら困るので、テラス切っちゃおう。行くぜ。言うてビルドの方で防御上がってるから、種マシンガンがサブウェポンであったとしても落ちねえか。というか今作は種マシンガン技マシンであったっけ。そもそもだが気にする必要はない、悪になっちまえばね。行くぞ。お前の命を叩き落とす。オッケー、撃滅。さあ、ヤタピだったか。最後はなんじゃらほい、君か。無理だな。お前悪タイプは半減できねえだろう。全力でお前の命をはだき落とす。来いよ。でもそうか、虫が水ですね。虫のさざめきが身代わりを貫通して通ってしまうか。ですがそれを通そうと思ったらここで殴るしかない。まだ後ろには樹海員が控えてんだぜ。撃滅。やったぜ、対戦ありがとうございました。まあこういうことがあるから吠える吹き飛ばしとかは便利だよねっていう回にもなるかもしれません。球根。まあなくはねえな、確かに。水技飛んでくるか。まあガモスには飛ぶかな。まあありがとうございました。対戦よろしくお願いします。1試合目でやりたいことやっちまったからさ、どうしようかなって思ったんですけど、なんか虫統一きましたね。これは不利だと思うわ。なぜ不利なのか、まあ理由はいろいろあるんですけど、統一パってのはね、単純に虫じゃねえんだわ今回の場合ですと。だから実質虫統一っていうのは虫統一じゃねえんだよ。どういうことだ。つまりハッサムは鋼、ガモスは炎で、バサギリは岩、
まあ、雫もちゃんとか特に分かりやすいけどね。で、モスノーに至っては、氷も使わんだろ。そう。別の特徴を生かして立ち回るのがタイプ統一。よって、その見た目だけでは全てが分からねえんだよな、困ったことにな。まあ、とりあえず樹海院で様子見しましょうか。うん、話はそれからだ。参ります。自分もタイプ統一やってた時期がね、結構ありますので、素直じゃねえこともあるんだ。これか。さて。これはネバネバネットの可能性もある。殴ってくるとは思えんがね。これはどうなんだろうね。尻尾を切る価値は大いにあるかと。ただ吸血とかはねえと思うな。スペースねえでしょ。ネバネバネット、アクアブレイク、ミラコ、あと一個なんだ。でも虫統一だからこそ虫はないと思って決めてかかると飛んでくるっていうパターンもあるかもしれねえ。つまりですね、タイプ統一相手は何してくるかわかんねえってことです。そう、タイプ統一をしたことがある人ならわかるはずだ。なんだかんだタイプ一技って強いよなっていう結論に至ることもまあまああるよね。お相手には何が見えていたのだろう。わからねえんだな。正直しずくもちゃんだったら樹海院に対しては有利な気もしたんだけど、わからないね。まあ気にしてもしゃあないので、いきます。まあバサギリ君は割とシンプルなアタッカーじゃろうて。でもフェイント持ってるよな、バサギリ。守っては置こう。いきます。加速していくぜ。岩石アックス、シンプルだね。ただフェイント持ってる可能性についてはちょっとありえるよな、わかんね。ですが、あの試運転段階のタイプ統一はシンプルな技を入れることもある。ただバサギリ君は基本的にいつもアックスしかしてねえから、わかんねえんだわ。アックス、さーて、身代わりは消えてしまった。ステロ巻かれちゃった。で、守るを見せているので、守る読みでなんか補助技があるなら使ってくる可能性がある。お相手のポケモンにはね、流すポケモンはいないように見える。どうしましょうかね。もう一回。オッケー。ここでお相手の行動が大体わかるよ。おお、殴ってきた。これならあんまり怖くはないね。でもダメージ見ちゃったからな。どうなんでしょう。もうビルド、つなげます。突っ張っては来ないと思うね。いや、突っ張ってんのか。純粋なるビルド。インファイト。悪い、そっちでもダメだよ。さあ、防御低下。さすがに逃げ帰ってもええんやで。バシャーモのステータスはもうとどまることを知らない。身代わりだ。さすがに交代じゃない。引っ込めた。しずくもちゃんカムバックかな。幸せそう。では隠れますと。さあ、身代わりが現れた。で、こちらのステータスはほぼ仕上がりましたね。一回守ってからバトンをつなげましょう。2試合連続でバトン戦法が決まるとは嬉しいね。しかもこの3体の並びってところが最高だね。特殊？ほう。
特殊はまあまあ想定外だな。ま、しゃあない。しずくもちゃんの特殊火力もまあまあ高いよな。なんせ物理型の鬼しずくもにサブウェポンでドロポン持たせることあるぐらい。では行こうか大将。ラグで積まないか。岩が食い込んだ。波乗り。まあ直帰だろうがさすがに割られるでしょうね。ではではこいつが何持ってんのかわかんねえけど、雪崩は打つ必要あるね。しずくもを舐めちゃいけない。おい、オッケー。急所は有効じゃねえ。抜群ならさすがにいけます。こいつが高いな、特防だからね。ただ先発で出てきたってことはタスキ持ってネットの可能性もあったから、そこは怖かった。となるとタスキの主はマサギリかな。あいつ技打ち分けてたしな。ファーファー、フォレトスくんですか。となるとこいつはボディプレとかしてくるか。全力の火力で叩き潰すか。炎だったら水テラスっすかね。飛行はないと思う。地震で行くぜ。ふわ、鉄壁受け切れまい。握り潰す。よし、対戦ありがとうございました。ラグくん偉いな。対戦よろしくお願いします。始まってた。これカバやろ。これカバやろ。いや、カバか。いや、ラグ警戒やったらカバやろ。よろしくお願いします。もう2試合気持ちよくなったから、もう3試合どんだけ気持ち悪くてももう大丈夫じゃないですか。もう吐きましょう。おえー、頑張りましょう。行くぜ。もう十分気持ちよくなったのよ。3試合目いる？いや、尺的にはいるのよ。うえ、マジ意外。これ上取ってるか？怪しくない？樹海院とこのタイプ、お前芝くか？これ一番びっくりするだろうな。いやー、ここまで樹海院くんがマジ尻尾切ってるだけで物足りなかったからよ。たまにはこういう大胆な攻めもちょっと見てみたくなるよね。うまくいくかどうかは別として、まあトンボ様子見が安定っぽくはあるよな。おっと、アクセルじゃねえの。あの、何やっとんねん。うれ、しかも相手の方が早いか。通りが悪い。氷を見せちまったら後ろから出てくる可能性があるのは誰だ。海竜は来ねえんだよな、この状況で。もう殴るか。ハタキ痛えな、この野郎。ヤタピ落ちちまったじゃねえか、この野郎。シュワー、オッケー、マスカリ粉砕。特攻ガクッと。まだ尻尾切れるぜ、ギリギリだが。そして尻尾を切ることができればリフストのペナルティも免除されるってもんよ。ガモスちゃんは樹海院より基本的には遅いな。尻尾を切るぜ。 See you。 大活躍じゃんみんな。俺めちゃめちゃ嬉しいよ。一番俺冒険でワクワクしたのさ、ルビサファだからさ、嬉しいな。なんかほら、適当に波乗りしたら変なところにたどり着いてさ、まあ大して珍しいポケモン出るわけじゃないけど、その一つ一つがワクワクだったんだよな。さーて、これどうしようか。下手に守ったら逆にめんどくさいことになるわね。ビルド、向こうが超前も積んでくるから、これフェアリー。ほう、一枚してるんだよな。これどうなりますかね、こっから先。テラバー、容赦なく殴りかかってくる。
守る読み超前されたら終わりなんすよ。くっそ、樹海院で気持ちよくなって目頭が熱くなって負けるのか何やっとるだ。さーて、特防は上がってねえからな。ここは身代わりで。おお、殴ってるか。僕なら待ってたけど、まあ僕はあれだもんな、バトンで2回成功体験してきて今ここに立ってるからその結論に至ってるだけか。身代わりを残したくないという気持ちの方が普通は強いわな。うん、しかしながらこの状況ちとまずいかもね。ギガドレインがあったら今回は透かす手段がない。でももうバトンしましょう。ガモス君の技範囲、今草入れる要素あるか。まあ虫よりはあるのか。超舞と炎技とテラバだろ。残り1枠なんだよな。まあガチグマには有効ですが、テラバ殴っている。まあこれはもう完全にあれがあるかどうかが全てだな。ガモスを一撃で粉砕できるパワーを持っているかっていうとちょっと自信ない。あいつ耐久に振ってることもあるからね。まだダメージのほどがよく分かっていない。だが揺らすぜ。うおー、ラグ、つま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 、あぶね、つま、俺だ、しゃ、俺だ、あかんあかん、耐久ベースやった、くそ、耐えたの偉いけど耐えたの偉いけど足りんか、無念やな。ま、さっきの威力がね、馬車にそこまで通ってなかったのはそういうことというわけで、グエですがいいのか、今ギガドレを打たなくて。ってことは最速取ってない、ってことだよね。最速取ってねえってことだよね。上取れないか、ギリギリ。それとも守ってからバトン、いやバトンした時点であれか。いや1枚だったら加速1回をバトンでつないだ方が勝ち筋あるんじゃない。そうだな、超魔1回積んでるし、さすがにそこまで遅くはねえと思うの。つまり今すべきことはバシャーモで1回守って1ターンを生み出し、でこの次の一撃を粉で避けた上でバトンをつなぐんだよそれしかね。この時点ではガモツの方が早いはずだ。僕のバシャーモ無振りだから。ただなぁ、これやるとリフストの火力で足りるのか問題が再燃するんだよな。さあ僕のこの無駄に細すぎる勝ち筋通してくれ。ダメでしたあー悔しい、あ悔しい。だけどさ、あれだよね、ガモスがどんな調整してるのかは定かではないにせよ、食器ラグってギガドレ大変だね。やばいな。じゃあ直帰ラグにミラコ搭載ありじゃんね、普通に。まあ1枚してるから抜けねえでしょう。一応思い出のリーフスト、あ抜いてた。こっちが外すんかーいありがとうございました。マジで S 無振りか、このガモス。しくじったけど、なんだろうこの感じ。なんかどうあがいても無理だった感あるから、もう悔いはないっすね。いやー、エキサイティングなバトルで、最終試合も楽しかったね。ありがとうございました。